ケジャ、ローズ・セバートは、ケジャの芸名で知られるアメリカ合衆国のポップ歌手、シンガーソングライター。ケジャは2005年、18歳の時に、ドクター・ルークのレコードレーベルと契約した。以降、彼女はミュージシャンとして活動し、バックボーカルや作曲家として、他の音楽家へ楽曲を提供した。2009年の後半にリリースされた、ケジャのデビューシングル、TikTok は、 複数の国の音楽チャートで1位を記録した。彼女のデビューアルバム、アニバルは2010年1月に発売され、アメリカ合衆国、カナダ、ギリシャで1位を獲得した。さらに、同年9月までに、下車は世界中でアルバムを200万枚売り上げ、アルバムからは3作を超えるトップ10シングルを生み出している。このアルバムは、同年11月に、カニバルと名付けられた。 ミニアルバムを付属して再発され、先行シングル、We Are, Who We Are は、チャートのトップに立った。ケシャは、音楽性的に、ベック、クイーン、ビースティボーイズ、マドンナ、ジョニー・キャッシュ、ダムド、アーロン・ネビルといったアーティストの影響を受けている。彼女の音楽には、ダンスポップの要素とスポークンワード的なラップスタイルが、組み合わさったような楽曲が多く見られる。ケシャは、 ロサンゼルス産フェルナンドバリーで生まれた。一人親家庭で育つ。父と面識はなく、ハンガリー及び、ポーランド系の血を引く彼女の母ペベセバートは、シンガーソングライターであり、彼女を育てながら舞台に立った。家庭は、経済的に苦しく、生活保護とフードスタンプに頼らざるを得なかった。ペベは、家族と一緒に、ナッシュビルに引っ越した。母親は、 しばしばケシャとその兄弟をレコーディングスタジオに連れて行き、ケシャが歌うのを奨励した。母はケシャに曲の書き方を教え、ケシャが高校生になった時にはしばしば一緒に曲を制作した。2005年、新聞に掲載されていた広告を見つけて、ケシャの家族はシンプルライフの出演者を受け入れるホストファミリーとして同番組のエピソードでフィーチャーされた。 ケシャはすでに音楽活動に取り組んでおり、デモを配っていた。ケシャは学問にも関心を示し、霊選手の授業を聞きに行くために車でベルモント大学まで行き、勉強した。サットはほぼ満点だった。しかし、彼女は17歳でブレントウッド高校を中退した。ドクター・ルークとマックス・マーティンの導きで本格的に音楽活動を開始する。ロサンゼルス時代、 彼女は低収入での生活を強いられた。副業として、ウェイトレスやテレマーケティングの仕事をした。ケジャはプリンスに音楽制作をしてほしいと思い立ち、彼のビバリーヒルズの自宅に潜入した。すぐに発見され追い出されるが、その前にデモを彼に渡すことができなかった。プリンスは、その後、彼女と連絡を取らなかった。彼女は、パリス・ヒルトンのシングル、ナッシング・イン・ディス・ワールドの バックコーラスを歌う機会を得た。そして、後に、パリスの自宅のクローゼットに応答するという事件を起こした。その他、トビー・ギャッドと、共同デザベロニカズのシングル、ィス・ラブを書き、ブリトニー・スピアーズの曲、レースレザーのバックコーラスを歌い、ケイティ・ペリーのシングル、キス・ア・ガールのミュージックビデオに出演した。ビデオへの出演は、ケイティと友人であったことから実現した。 彼女らは、ロサンゼルスでしばしば会い、音楽の才能がある多くの協力者を共有した。2009年前半、ケシャは、フローライダーのシングル、ライトラウンドに協力した後、主要メディアでの露出を得た。ケシャが、フローライダーとドクター・ルークのレコーディングセッションで、一緒になった時コラボレーションは実現した。フローライダーは、女性の声が欲しかった。ドクター・ルークは、 ケシャに参加を提案した。フローライダーはもう2曲レコーディングするほど気に入った。ライトラウンドのギャランティーはもらわず、彼女が自身のイメージに伴わないということも知っていたため、ミュージックビデオへの出演も拒否した。間もなく、ケシャは多くの主要レーベルから誘いを受けた後、ドクター・ルークを通じて RCA レコードと契約し、デビューアルバムの制作に取り組んでいると発表された。 2009年3月27日、アバロンハリウッドで行われたサン・オー・サンのコンサートに出演し、マイファーストキスオデュエットで披露。彼女のデビューシングル、TikTok は8月初めにアメリカでデジタルダウンロード販売が開始され、2ヶ月後の10月後半にラジオ局で流れ始めた。その時までマイリー・サイラスの EP、ザ・タイム・オブ・アワー・ライブズ、 ピットブルとタイオ・クルーズのアルバムに関わったり、日報、ウィミンズ・ウェア・デイリーの表紙を飾った。ケジャ、ティックトックは、ニュージーランドのチャートで彼女を初の1位を獲得した。後に、カナダ、オーストラリア、ノルウェーでも1位を獲得した。ビルボード・ホット100で2010年初の1位、獲得作品となり、数カ国でトップ5に入った。同シングルは61万ウィークリーダウンロードを、 記録し、女性アーティストとしては、史上初のデジタル新記録を樹立した。ケシャは、デジタルセールス歴代1位のフローライダーの、ライトラウンドにも参加しているため、1位と2位の両方の作品を歌うアーティストとなった。5週目には、ラジオやプレイチャートの最も高い週間プレイ記録を破った。化社は、カルビン・ハリスのツアーのイギリス公演、ミッキー・アバロンのアメリカ公演を支えた。 2009年12月11日、Z100 ジングルボールのマディソンスクエアガーデンで行われた公演でパフォーマンスをした。2010年に復帰するリリスフェアのために第52回グラミー賞に出演する。彼女のデビューアルバムアニバルは2010年1月5日に発売された。アルバムはアメリカで最初の週で15万2000枚を売り上げ、初登場1位になった。アルバムは 制作に7年を費やし、制作された200曲のうち14曲が収録されている。シャは、ベック、クイーン、ビースティ・ボーイズ、マドンナ、ジョニー・キャッシュ、ラムド、アーロン・ネビルに影響を受けた。また、ラップミュージックやオールドスクール・パンクにも影響されている。彼女の音楽の主なルーツは、ポップスとヒップホップである。シャの歌詞は、 彼女の人生経験に基づいていて、カントリーミュージックのストリーテリングスタイルに影響される。TikTok で披露したようなシンガーソングラップスタイルで知られている。ニューヨークタイムズのジョン・カレモニカは、歌の成功は白人女性ラッパーのポップスへの完全で痛くない、同化を意味すると宣言した。ロサンゼルスタイムズのアンパワーズは、華奢の声のスタイルを、エルトリムとソルトンペパーのそれと比較した。 彼女は一枚目のアルバムアニマルにおいてオートチューンとボコーダーを使ったことを批判された。ケシ者は自身の音楽がより重大なものとは対照的に不敬であると述べ、自身がアルバムアニマルのためにポップスを制作したという決定を擁護した。彼女はこのことについて人々に喜びをもたらす何かを与えたかったと説明した。彼女の音楽のジャンルは ダンスポップであり、そこにエレクトロポップの要素を取り入れている。化者は歌の中で女性の対象化のためにダブルスタンダードで欲求不満を表した。例えば、ブーツボーイズのような歌の中では、男性が伝統的に女性のことを歌った、同じ方法で歌うのを常とする。彼女は批評家が真面目に歌詞を批評しないと主張した。例えば、ティックトックにおいて、 ジャック・ダニエル・ウイスキーを使って歯を磨くという歌詞に言及したことを非難している。彼女のスタイルは彼女がガーベージシックと称する乱れた髪、汚れた化粧と衣装からなる。キース・リチャーズをファッションインスピレーションとして挙げている。彼女の舞台化粧は彼女の右目の劇的な化粧が特徴的で時計仕掛けのオレンジに影響を受けている。 彼女はベジタリアンであり動物愛護思想を持ってフェイクファンしか身につけない。ありがとうございます。